降り注ぐ火玉。舞い降りる鉄騎兵。欲望と秘密と暴力の街。ウドが燃える。スタンディングトータスとは、装甲騎兵ボトムズのウド編に登場する、ギルガメス軍の正式ヘビー級 AT である。火力を重視した極地専用の機体で、ギルガメス軍のヘビー級 AT では最もスタンダードなタイプなのですよ。ミッド級のスコープドッグと比べて、装甲が厚く出力も高いのが特徴で、脚部にグライディングホイールがないため機動性は低いものの、居住性や生存率の高さから AT 乗りの評判も上々。戦後に流出した機体が、バトリング用にカスタマイズされることも多い機体なのですぜ。その他、宇宙仕様のマーク2や、湿地仕様のスタンディングタートルなど、多くのバリエーションのベースになった名機なのでございます。劇中での武器は、胸部にある2門の11ミリ機関銃に、蛍光火器として高火力のロケット弾ポットを装備。アームパンチやグライディングホイールが未装備だった初期生産型は、格闘戦に移行されると脆かったものなのよん。ウド編の終盤、第13話、脱出では、ギルガメス正規軍の機体ではなく、秘密結社の戦闘部隊の機体が大量に登場したのよね。しかも、戦った相手はメルキア軍精鋭部隊、パープルカラーのスコープドッグ&スエ。以後、テレビ版での出番はなかったのだけれど、スコープドッグと並ぶ代表的な AT として人気の機体なのですよ。でも、外伝作品とかに登場したこともあったよね。大きな転機は、1993年に発売されたスーパーファミコンソフト、装甲騎兵ボトムズ、ザ・バトリングロードが発売された時にちげえねえ。このゲームでは、スタンディングトータスを時期として使えたんで愛着が湧いたものでゲス。しかも、中ボスのスタンディングトータス型スペシャルを、大河原邦夫先生が新規にデザインしてたんだい。ラスボスのスカラップスはともかく、主人公機のガスティドッグも大人気。ホビージャパンの特集にも作例が公開され、モデラーの注目を集めたものでござんすよ。キットの値段は600円。1983年に発売されたキットだよ。スタンディングタートルのウミガメに対し、スタンディングトータスは陸ガメの愛称で呼ばれていたものなんだい。キットのプロポーションは、若干潰れた印象なのよそうなのよ。それでも、当時としてはまとまりの良い良作キットだったのよ。各部のバランスを見直すとなると、全体的に手を加える必要があるので要注意。大河原先生デザインの設定画には、ボディのボリュームに対して、腕部が細く描かれているものがあるのだけれどもね。アニメ本編では腕部を太めに作画されていることが多いのよ。この機体がまさにそう。きっと自分好みので気にするためには、とにもかくにも、アニメ本編を見ないと始まらないのでやんすねー。頭部を三角形に回収するのは定番。ポリパーツを関節に使用していないキットなんで、ポーズ固定で作らないんなら、関節部にポリパーツを仕込む改造が効果大。腰乗りアーマーを稼働できるようにするだけでなく、他のアーマーの稼働部分も強化しないと意味がねえ。ダリーン。固定武装の11ミリ機関銃も重心を真鍮パイプなどで回収。股関節は稼働範囲が狭くて貧弱なんで、ボールジョイントに変更した方が良いのだよ。ボトムズの35分の1スケールキットは、腰のアーマーで大腿部が隠れて短足に見えることが多いのよ。アーマーを小型化したり、股関節の位置を少し下にずらすのも一つの方法なんどすえ。脚部は、ポーズ付けの決め手になる足首に、ボールジョイントを仕込むのは当然の行為だと言っとこう。関節に後はめ加工を施せば、作業がやりやすいのは言うまでもないことなのよん。あとは、気になる部分を好みで調整すれば OK なのだー。慣れないとゆるゆるになるけどねー。来週も、キリコと地獄に付き合ってもらおう。